最近全然なかったんですけど、何も見せれなかったんですけど、結構裏の方でたくさんの書類だったりいろんな、まあ、物件を探したりとかいろいろ、やってました、やっとここで動画で皆さんに見せられるんですけど、今見てるこの物件が今まで見てきたやつの中で、まあ、ロケーションそしてスペースそしてなんか雰囲気がやっぱり自分が思っている理想なジムが作れるような、環境なので、ここに、ほぼまあ、決めたいと思ってます。で今日早速内装屋さんに来てもらって中のアイディア、イメージとか何が可能なのか何ができないのかとか全部相談して、まあ、打ち合わせしてます。私はここが1階になります。ここがジムスペースになります。多分ここら辺にロビーをここら辺にレセプション、でっかいカウンターを置いて、あっち側には、なんかこの階段のこの斜めを使って、カスタムの、まあ、棚かなんか入れて、まあ、ミニコアアパレルショップをここで作りたいと思ってます。で、もうここから向こうは全部ジムっていう形で。はい、天井、映像で伝わるかわからないんですけど、天井すごい高いです。はい、なので結構広々とした感じ、あと鏡も貼ればさらに広く、なんか何て言うんだろう、バーって広がると思います。 Let's go upstairs。 行きましょう。ここは2階です。この辺ここは倉庫かな。 I'm thinking this is like、この後もいろいろあって、ここをアパレルの、まあ、倉庫さーって棚並べて置いて、こっち入ったらオフィスっていう感じで、こっちにも倉庫とか、ここにも倉庫とか、置いて、事務所。うわ、ぜひな、バルコニーがあって、なんか部屋があるんですよ、こうやって、普通のアパートみたいに。ちょっと今見た感じでは多分想像できないかと思うんですけど、ここをもう壊せるとはもう壊して、壁も全部床も全部張り替えて、1階がなんか広々としたスペース、2階に部屋がこうやって何個もあるんですよ。でその部屋の2つを、1つは女性ロッカー室、もう1つが男性ロッカー室、部屋ごとに結構広々とした、広く使える、ロッカースペースになるかと思います。次の他の部屋もちょっと見て、でこんな感じですよ。ドアを出てまた同じような部屋がこうやってあって、してここはなんか収納スペース、結構でっかいクローゼット、こっちにまた部屋があるんですよ。全部こうやってなんかアパートみたいになってて、多分2階は全部最初から内装しません。必要なとこだけやって、多分ここは何に使うかまだ決めてないです。でここにも収納スペースよ。で階段行くと3階、ここでランチ食べたりとか、でその中にタンニングマシン、こうやって部屋があるので、ここをタンニングマシンにして、最初からできないんですけどね。でここにこういくとウフトタンニングできますよ。ここで、ここは正直まだ考えてないです。ただもしかしたら芝生をふわーって敷いて、ケトルベルで、まあ、外でこういったランチとか、ベニスビーチのジムみたいな感じで
まあ、夏はここだけオープンするみたいな、わからないです。考えてみます。でもちろん、ここを借りるとなったら、今のトレーニングジム、そして今の事務所、もしかしたら自分の家もここに、この建物に、移したいと思ってます。家まで行かないかもしれないですけど、はい、規模がでかくてやることはたくさんあるんですけど、なんか自分がイメージしているもの、欲しいものも夢を、まあ最初から仕上がらないんですけど、まあ、少しずつ作っていきます。その作っていく段階も動画で見せていくので、引き続き、このチャンネルをお楽しみください。レッツゴー。そして今のジムがこんな感じですね。まあ、皆さんご存知の、なんか迷ってるんですよ、機材とかいろいろ。まあとりあえず最初は多分この機材をそのまま新しい方に移して、それプラスなんかいろんなもので、まあ小さくスタートするんですけど、まあ、最終的に結構もう欲しい機材全部決まってて、それが結構、まあ、今年通して、まあ、12月までに全部集められたらなと思ってます。フリーウェイトには結構ローグアメリカから直接注文して、あとマシン系はハンマーストリングス、マトリックスも考えてます。結局自分が、向こうのジムとか、まあ、こっちのジムとかで、いろいろ回って自分が好きな機材を集めてる感じです。もう自分がいいと思った機材を、こだわって入れるんですけど、お金かかります。はい、カネキンジムに来るお客さんにも、一番ベストな感じを、ね、提供したいので、まあ、最初、まあそうです、はい、やってみないとわからないです本当に。ちょっと見せたいものですけど、こういう春のものが、ファイナルのものが届いてます。これをキャメロットボケがついてる、これはクルーネック、このスリーブをこうやってディストレスしたスタイルで、ちょっと厚めな、コットンを使ってます。これすごい気に入ってます。タグも新しくして、そしてこれは2色で出す、これとこっち。このクルーネックはもう、12月からもうデザインを始めて、やっと今ものになった感じです。すごい楽しいんです。あとこれちょっとライフスタイル的な、ちょっとファッション的な、T シャツも、2色用意しています。 I should probably wear them all too. Yeah. すごい伸びが効きますし、なんか肌触りがすごいです。あと今これはデモです。これも春に出します。これは、パフォーマンスフーディー、こんな感じ、ストライプを入れて、シルエットは結構強調される。ただこれは完成品じゃないです。ちょっとこの脇の下が、この楕円筋がちょっと当たってちょっときついと思ったので、ここをちょっと余裕を入れました。あと変えたのはそれぐらいかな。この色は多分出さないです、多分グレーと黒とか、黒がねめちゃくちゃかっこいいんですよこれ。今月中には出すんですが、そのパフォーマンスフーディーの方がまだ届いてないので、それが届き次第すぐに写真撮影、フォトシュートして、それで、まあ、できれば4月の20日に、出したいと思ってます。皆さんお楽しみに。Oh, yeah. こちらに、ジムの新機材が入っています。これは計画して買ったとかじゃなくて、ナイアジムのボスの、ちょっといつも仲良くしてもらってる、リュウさんっていう方が、これをくださいました。くれました、くださいました、くださいました、くださいました、No. 送り届けてくださいましたじゃなくて、自分が、東京まで行って、昨日取りに行ったこれです。これです。シシスワットマシンといって、まあ説
明書みたいなのがあって、ちょっと最初とりあえず組み立てます。まあ見せてもつまんないと思うので、組み立てた後にまた会いましょう。 All right. Let's move it. どこに行こうかな。ここら辺でいい。スクワットマシンのところに。ですね、これはシシスクワットマシンといって、四頭筋の本当にもうここら辺を、狙うのにすごくいいです。自分はこれ正直やったことないです。結局足をここに引っ掛けて体をこうやって倒して、あんまりうまくできてないかと思うんですけど、うまくなっていったらバーベル背負いながらとかウェイトを持ちながら全然できるかと思います。 This is a nice addition. Try. Imagine try. I'm scared. Yeah. Scary. これ調整できるんですけどね。 You can move it in or out.本当にクワッドだけなので、なんかあの女性の方にあまり人気ないからってこれもあったんですけど、いや、クワッド、クワッドゲームを上げましょう。レグで終了です。これからもいろいろあるんですけど、しばらく動画出してないので、とりあえず今日の動画はこんな感じにして、これを帰って編集して今日中にあげれたらあげます。今日の動画のまとめ、ヘアカットが必要です。じゃないです、冗談です。
今日ジムのデザインとかを見たときに、建物に入る前のなんか駐車場でなんかサラリーマンか営業マンか分からないんですけど、なんかスーツ姿の人たちがうわーって来て、金金さん見てますとか応援してますって感じで一緒に写真撮って、本当になんか皆さんの力、自分だけじゃないです、皆さんの力でなんかこういったコミュニティが出来上がっている。カネキンフィットネス関係なく、もう他のフィットネスチャンネルも、頑張ってますし、そのフィットネス自体が、盛り上がってきてる。で、僕の動画いつも見てくれて、ね、応援メッセージ送ったり、アパレルを、購入してくださったり、いろんな面で応援されてて、このジムを作るのは、もちろんビジネスとして成功させます。もうエクスパンドもしてフランチャイズ化 もうどんどんいきます。ただこのジムを作る理由の一つ、もう一つの理由は、皆さんへの視聴者への、お返しです。なんかやってあげたい。自分わかるんですよ、いろんなジムもあって、デッドリフト やっちゃダメ、うるさいとか撮影しちゃダメとか、いろいろ理由あるかと思うんですけど、自分のジムはそういったなんか僕のなんていうの、僕と似たような思考を持っている、なんかそういったコミュニティの人たちが、の、なんて言うんだろうね、遊び場っていうか、ジムに入ったらもう自由にもう広々とトレーニングできるような、それを考えています。もちろん、設備が最終的にはすごいきれいに揃うので、カネキンフィットネスなんか知らない、カネキンさん誰、このジムが好きだから来てるみたいな、そういうお客さんも全然大歓迎です。ただ、最初は小規模で始めるので、もしかしたら、多分ほぼ確実に、メンバーは制限します。制限してちゃんとみんながうまくトレーニングできるのを確認してから、徐々に少しずつメンバーを増やしていきたいと思っています。もう一度言うんですけど、こういった作業はもちろん一人はできません。自分はアイディアいろいろあるんですけど、そのアイディアを実行に移してくれるなんかそういった内装とかできないです、できないですし、機材とか見つけるのも、助けてもらったりとか、いろんな、そういう周りの人が、助けてくれているので、なんかこのドタバタしてる感じが終わっ一段落して、ジムは完成したときには、そのみんなを呼んで、楽しくジムパーティーでもみんなで お祝いしましょう。話をこんな感じにして、そうですね、まとめは、皆さんいつもありがとうございます。動画を見てくれるだけでももう十分です。時々見るでも大丈夫です。最後まで見てくれて Thank you very much。 この動画が少しでも好きでしたら LIKE お願いします。コメント欄で皆さんのコメントご自由に、登録しない方は登録よろしくお願いします。 Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon. ここだけだから一度の